中井孝監督の映画、ドクター孤島診療所のソフト化&配信がスタートした。2022年の12月に劇場公開された元作は、テレビドラマ、ドクター孤島診療所、フジテレビ系、シリーズの16年ぶりの続編である。山田貴俊の同名漫画、小学館を映像化した、ドクター孤島診療所は、沖縄県八重山列島にあるとされる架空の島、四季名島の診療所に勤める孤島先生こと、後藤健介、吉岡秀隆と島の人々の交流を描いたヒューマンドラマ。沖縄の大自然をバックに、離島医療の難しさと、それでも諦めずに島の人々を救おうとする孤島先生の姿は、視聴者に深い感動を与えた。大自然を背に展開されるヒューマンドラマというと、21年の歳月が描かれた倉本聡脚本の、北の国から、フジテレビ系が一番に思い浮かぶ。北の国からで黒板淳を演じた吉岡秀隆が主演を務め、倉本聡の主催する富良野塾の門下生だった吉田紀子が脚本を担当した元作は、北海道の富良野を舞台にした、北の国からと対になる、沖縄の離島を舞台にした、南の国からとでも言うような作品だった。2003年に第1期のテレビドラマが放送された、ドクター孤島診療所は、2004年に特別編と SP ドラマが放送され、2006年に第2期のテレビドラマが放送される人気シリーズとなった。そして今回、久しぶりの続編が映画として作られたのだが、人気シリーズの続編とはいえ、16年ぶりの新作というのは極めて異例である。しかし、劇場映画となった、ドクター孤島診療所を見ると、これは今こそ続編を作るべき作品だったのだと感じる。連続ドラマが放送された後、数年ごとに SP ドラマが放送された、北の国からは、子役だった吉岡秀隆と中島智子が大人に成長していく姿を新目線で見守るドラマへと変わっていった。ドクター孤島診療所も映画化されたことで、白髪になった孤島先生を筆頭に、各登場人物が年齢を重ねた姿が描かれ、16年という時間の流れ自体が重厚な物語を生み出している。特にそれが強く現れていたのが、漁師の原武俊、時藤三郎の息子武博、富岡亮だ。武博は孤島に憧れ、医師になるため東京の私立大学に入学したが、映画版では医大に通っていた武博が武俊の怪我をきっかけに久々に島に戻ってくる場面が描かれる。少子化、過疎化が進む村において、子供の武博が成長していく姿は大きな希望として描かれており、いずれは孤島の後を継いで、島の診療所を引き継ぐのではないかと期待されていたが、彼がある事件に巻き込まれていることが次第に明らかになっていく。今回、武博を演じる富岡亮はすでに俳優を引退していたが、今回の映画のために俳優業に復帰し、体重を15キロ減量して撮影に臨んだという。そんな富岡と成長した武博の姿は見事にシンクロしており、フィクションでありながらドキュメンタリーを見ているような面白さが宿っていた。年を重ねた姿を違和感なく描けるのは、劇中の時間の流れが現実とリンクしている現代ドラマならではの魅力だろう。そして、16年という時間の流れは、元作のテーマをより切実な現代日本の問題として蘇らせた。劇中で元漁労長、漁業協同組合漁労長のしげさん、泉谷しげるは、この島は、日本の最先端で、少子高齢化も過疎化も日本の未来なのだと語る。かつて、ドクター孤島診療所で描かれた離島医療の問題は、高齢化が進み、少子化が急速に進む日本において、急務の問題となっている。この離島医療の困難を、元作では、孤島先生の人徳と卓越した医術によって乗り越えてきた。そんな孤島先生の献身的な振る舞いこそがヒューマンドラマとしての元作の最大の魅力だったのだが、今回の映画では、東京からやってきた新米医師、小田番と、橋山に孤島先生の、両親と自己犠牲に、島民自体が寄りかかる構造自体に問題があるんじゃないかと、辛辣な問題定義をさせている。一方、近隣の島々では診療所の統廃合が行われており、本土の病院で包括して診療するプロジェクトが進んでいた。孤島も拠点病院の指導医になって、これまで島でやってきた離島医療のノウハウを他の医師に伝え、後進を育成してほしいと相談されていた。その意味で、今回の映画は、物語の根幹にある問題に深く踏み込んでいたと言える。最終的に劇中では、
台風が直撃したことで怪我をした無数の島民を孤島先生たちが献身的に看病して困難を乗り越えようとする姿が描かれる。自己犠牲を厭わない孤島先生の英雄的な振る舞いは感動的だったが、同時にドクター孤島診療所が抱え込んでしまった限界をあえて露呈させているようにも見えた。劇中ではそんな役回りとなってしまった新米医師のハントだが、彼の言うことは極めて真っ当だ。映画には感動したものの、孤島先生のような医師の自己犠牲に依存しない離島医療の新たな仕組みが生まれる瞬間を描かないと、元作は終われないのではないかと感じた。新たな仕組みを描くためにも、ドクター孤島診療所はもう一度、続編を作るべきである。